はい、ジャイです。では早速 MJ 打っていきたいと思いまーす。よいしょ。対局開始。はい、シャーチャースタートです。ドラは1ピン半とトンが統一という形ですね。まあドラが1ピンなんで、一数ピンの受けがある形ですね。はい、ここで、役配が2つに、2つ統一になりました。まあこれを、あ、トンがアンコになりましたね。はい、一応イーシャンテになります。はい、さすがにこの状態だとちょっとチューンは1枚目からは泣きづらいかな。はい、ちょっとイーシャンテなんでカンしました。はい、これで、カウンソの受けも見つつ、まあチューン引いた時の6球走とか、まあできれば、まあ、あ、さすがにこれはちょっとリーチはしないですが、まあチューン引いた時、チューン、まあこの構想ではチューン引いて6球走にして、あ、これで数学校いいじゃんてんです。はい、シーソー待ちですね。ただこの形ですね、今泣きありにしましたが、ローソーパーソーは泣きて、これは急走はいらないです。ローソーパーソーは泣いてってもいいかなと思います。今現時点で、トーン E ペイコー、4500点ですか。はい、ポン、はい、これでもう満貫確定なんで、はい、そうですね、この形、天杯から、泣くという形ですね。まあ完治と待ちだったんですけれども、チューンポンして満貫を確定させて、まあ割と馬強がいいローソーパーソー待ちトイトイにするという感じですね。はい、ドラ3ピン、まあここはちょっと、余裕持って、ペンチワンから払っていきましょう。はい、ピンズの両面ができました。これでそうですね、まあ今頭のピン付形が見える形になります。はい、でこれで、ブロックはすべて完成しました。はい、まあここら辺の切り順なんですけれども、割と E ピンが、待ちとして打つそうなので、E ピン残しました。まあこれで E ピンが当たり牌だと、非常に残念な結果になります。そうですね、まあ、まあパーワンから切ってもいいような感じはしますけれども、ここは、パーワンを持っていることによって、まあ、パーワンを重ねて E1 切ると単品になるということなんですけれども、はい、ここは、ションパイのトーンを引いて折り選択ですね。さあ、さあ、ナンが3枚切れ、もうこれこのスピードがなかなか速くて、なかなかついていけないです。僕も年なんで。さあ、まあこのトーンとチューンも、まあ切りづらいっちゃ切りづらい。トーン当たりでしたね。あ、すいません、ライン。ライン、もうライン。はい、トーン当たりだったということで、まあ、折りは、まあ結果的には正解だったと。まあちょっとうるさい。
すいません、ドラの音とラインが来る音が似てますね。さあ、まあ、両目のない形で、カンちゃんだらけという感じです。まあ、できれば、まあ、ドラの老僧あたりが割とありがたい感じ。これ、あの、今初、まあ、これちょっとね、あんまし良くないんですけれども、MJ やっぱネットマージャンでコンピューターなんで、そのタイムラグがどうしてもあるんで、今初上地が来た時にタイムラグがあったんで、他の人が初を統一なのがまあ分かってしまうんですよ。で、まあ泣かなかったってことなので、まあ例えばですけど、極端な話、第3弦とかだったら多分初一泣き一泣きするじゃないですか。なので、まあ言ってもそんなに高い手ではなさそうだなというのは分かります。一応本一目指している感じだと思うんですけれども、なんかそこまで高い感じは、あ、すいません、うるさい、ポコポコもやってるんです、ポコポコも。これ通知オフですよ。で、下ちゃんもそのドラ1ぐらいだったらね、2泣き、初2泣きしてた可能性があると思うんで、はい、まあこれはこの急走は一発消してもらってもいいかなっていう急走です。まあちょっとこれもですね、勝負できるような手配ではないですね。もう完全に抜きました。強いですね、赤ウーピン切ってきましたね。よくあるんですけれども、降りているうちに、なんとなく形になってきて、あ、つまりました、はい、初ドラ、はい、700センサーで降りてるうちに、割と形になってきてテンパってしまったと。で、それで降りた範囲で補充みたいなことってよくあるんで、もう行かないと決めたらなんか変にこねくり回してテンパに目指すよりも、行けない範囲がを打たなきゃいけなくなった状態です。その行けない範囲を使える状態だったらまだいいんですけれども、中途半端に降りて形になってきて補充っていうパターンよくあるので、そこら辺はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。はい、ポン重なりました。まあこれは、当然泣きます。はい、はい、一応数層切ってカンパワンとスチピ待ちにもできるんですけれども、片方が、カンちゃんなので、これが例えば、もううるさい、例えばこれが7級の形じゃなくて6、7の形だったら数層先に切って、まあ、リアルパーの形なん でこの場合だと、7級の形なんで、例えば三層やウーソを引いた時に球はカンちゃんを嫌っていけるんですね。そういうメリットがあります。はい、さあこのカンは自分だけしか泣いてないじゃないですか。さ
さあここ難しい。Q1 か。うん、そうですね。まあちょっと町を減らした形なんですけれども、まあ完全安牌を取っといてっていう、まあリャンゾーの馬強がいいっていうのもありますし。で、あの自分だけが泣いてる状態で他の人が誰も泣いてない状態ですよね。そういう場合ってこれトンカンすると歩が上がって点数が上がるんですけれども、その分他の人にドラや裏ドラを乗っけてしまうということで、基本は僕はあんまりカンはこの状態ではカンはしないですね。結構ね、感激な人が多くて、割ともう何でも何でも感するっていう人もいるんですけれども、やっぱりそれって自分だけじゃなくて他の人を助けてしまう、そして何だろう、他の人を苦しめてしまうというか、その他の人に迷惑をかけてしまうというパターンが結構あるので、はい、例えばこれもし僕がトーン感と感してたら、この方今、2000点でしたけど、これが例えばドラ、タンドラが乗って漫画になったりとか、そういう風にすると今度は僕が逆転されてしまったりするので、はい、割と後継のリアンシャンテですね、はい、後継ハイパイ、まあ逃げ切るにはいい形なんですけれども、これが78の形なんで、78223の形なんで、割とこれが78とかじゃなくて67だったり34だったりっていう形だと単ヤオとかで泣いていけるんですけれども、この形だと単ヤオは確定してないので、はい、今、一数ピン691の、ピンフのイーシャンテンです。ピンフ赤石ですね。だからこういうローアも当然泣けないと。で、上茶も、条件的には、2000点では届かない状態なんで、まあ、2000点ツモならいけるんですけど、ゴッドツモならいけるんですけど、はい、さあこれ、まあ、リーチしなくてもいいんですけれども、まあ、ここはもう降りないんで、で、そんなにリーチしたところでそんな条件も変わらないし、まあ、リーチしなくてもいいです。ぶっちゃけリーチしない方が多分正解かもしれないですけれども、まあ、僕はリーチしたい派なんでリーチします。はい、全然恨める可能性もあるんですけれども、はい、リーチします。多分ね、リーチしないっていうプロの方だったらリーチしないかな。まあここら辺は条件もあるんですけれども、例えばリーチしたことによってマンツモ条件ができてしまうとか、そういう場合ですね。まあこれ対面のマンツモ条件ができてしまったのか、だからまあこれは多分プロからしてみたら怒られるのかな。まあ僕はリーチしますけど、まあトップ目でもうピンフで役なしでも上がれるじゃないですか。基本的にはまあ初心者の方にはリーチしない方をおすすめします。ただこれ面白いのがですね、これ例えば三茶四茶は今競ってるじゃないですか。リーチ来るんかい。しかもリーチしたことによって、わ、止まった、やば、びっくりした。リーチしたことによってラスになりましたからね。ロン、わ、
さあ降りました。はい、ということで2着になってしまいました。2着になってしまいましたね。はい、ということで、まあそうですね、まあ最後は振っての2着だったんでまだ良かったんですけれども、まあそこはまあリーチ行きたいとこですかね、僕的には。まあでもおそらくリーチしないが正解だと思います。まあもしリーチしてなかったら、下茶から出てた可能性ももしかしたらあるかもしれない。そしたらトップだったということなんで、ポイントはやっぱ降りのですかね、はい、あ、そうですね、もう降りると決めたら行かない範囲っていうのが決まったらという、これは行かないぞって決めたら最後まで行かない、変にその後なんか知んないけどテンパイがまた、テンパり返してしまったという時に、その行かない範囲って決めてたものを勝負して、放銃なんてことはよくあるんで、そこら辺はちゃんと決めといて、もうだったら最初から行っとけばいいじゃんっていうこともあるんで、そこら辺はちょっと考えながら行った方がいいかもしれませんね。はい。